今日はね、タイのあら汁を作ってみました。スーパーに行ったらあら汁が250円で、この作った分量でね、250円で売ってたんでね、いや、ちょっとやってみようかなと思って作ってみました。で、意外にね、あら汁って男の料理かなと思ったんですけど、思ったより繊細な料理で、タイのね、生臭さを取るためにね、ちょっと手間がかかるんだなと思ってびっくりしましたね。それじゃあいただきます。で、ちょっと汁ね、まずすんごいタイの出汁出ててね、もう僕の狭い部屋がもうタイの匂いでいっぱいなんですけど、ちょっと汁いただきます。出てますね、これ全然生臭さもない。美味しい。いただきます。一緒に入れたね、ネギと大根のね、野菜の味も効いて美味しいっすね。いいっすね、これ。ただやっぱ骨はすごいっすね。これっすから。どうしよう。ちょっとこれは、うまいですね、これ。ネギもね、ちょっと煮込んだんで、トロトロでうまいっすね。タイってすごいっすね、出汁が。むっちゃ効いてうまいっす。これは大根の漬物、僕自分で漬けたやつですね。まあ、確かにアラですからね、骨はいっぱいあるし食べづらいかもしれないけど、食べづらい中でもある肉ね、これすごく極上。まあでも洋食のタイですけどね。大好きな大根ね。大根もね、味が染みてうまい。この昆布はね、刻み昆布ですね。骨に気をつければね、すごい食べるとかいっぱいありますね。あらといってもね、荒々しい感じですね。でもすごいお肉がね、プルプルですね、これ。うまい。あらって言ってもね、まだまだ食べるとこってほんといっぱいあるんですね、これ。びっくりです、これね。ああ、うまい。これ、ね。ふっくら、肉厚、甘みあって。これ野菜入れるのおすすめですね。めっちゃね、タイの出汁とね、昆布と塩と醤油ね、そういう染みを取ってめっちゃうまいっすね、野菜もね。大根すごい味が染めるんで、本当に魚と相性いいっすね。まだね、これであと2食分ぐらいありますからね。すごいな、これ。スーパーで売ってたね、あら汁なんで、ある程度鱗も取れてて、血合いとかも取れてたんで、全然これで、僕の作り方で大丈夫なんですけど、自分で釣った時はね、しっかり鱗とかね、血合いとか取った方がいいでしょうね。魚やっぱ最高っすね。美味しかったです。ごちそうさまです。